ステップバイステップでね、さまざまな規制はね、緩和をしていきたいというふうに思いますし、日常をね、一日も早く取り戻して社会経済活動を回していきたいと思います。愛知県では新規感染者数の減少傾向が続いていることなどを踏まえ、今日から感染対策のレベルを厳重警戒から1段階引き下げ、警戒領域に移行しました。警戒領域は県が設定している感染対策の最も下のレベルで、手洗いや換気など基本的な感染対策は求める一方、これまで実施していた混雑した場所への外出や県をまたぐ移動に対する注意の呼びかけは行わなくなります。また13日からは国の方針に合わせ、マスクの着用も個人の判断になります。